横川秀也さん。はい、失礼いたします。総風会の横川秀也でございます。それでは通告に基づきまして一問一答にて一般質問をいたします。あ、マスク言うとって忘れとった。はい、失礼いたしました。通告に基づきまして一問一答方式にて一般質問をいたします。どうぞよろしくお願いいたします。先日のですね、市長の施政方針演説の中でも歌っておられました、子育て環境、教育環境の充実につきまして、首長としてのお考えや方向性についてお伺いをしたいと思います。今回の質問は、所管は健康福祉部と教育委員会に分かれておりますが、本質的なところは少子高齢化に起因する少子化対策、つまりは子どもと子どものいるご家庭に対しての支援についてでございます。また未来に目を向けると、実はこれが一番大事なことなんですが、子どもが欲しいなと若い夫婦が思ったときに、何の不安も躊躇もなく埋める社会にするために取り組まなければならないこと、これを今回のテーマと考えております。これにつきましては、本来20年も30年も前から国がしっかりと計画的に推し進めてこなければならなかったことですが、ゆでガエルのようにまだまだ大丈夫だと進めてこなかった、そのツケを今になって財源の限られている地方自治体に何とかしろと言っても、それはそれで大変困ると言いますか。でもしかしながら、私たちは自分たちのできることを一生懸命やるだけではないかなというふうに思っております。それではまずはじめに通告の1番目、京都府の京都子育て支援医療助成費の制度拡充に伴って発生するであろう余剰財源の使い方について質問を行います。京都府の西脇知事が子育て環境日本一という大きな目標を掲げられ2期目に入りました。少し失礼な言い方かもしれませんが、これまでどうも具体といいますか目玉的な施策というのをあまり感じませんでした。私ども総風会といたしましても、中島武文府議会議員と連携し知事に何度もお会いをして、この子育て環境日本一を本気で目指してご尽力いただきたいと強く要望をしてまいった次第であります。だからというわけではないんでしょうが、それでも少しでも歯車を前に進める力になったと私は信じておりますが、この京都府議会3月定例会に子育て支援医療助成費がついに拡充をされるという議案が上程されております。そこで第一質問です。現行の京都府の制度と令和5年秋ごろから拡充予定の内容につきまして、分かる範囲で結構ですのでご教示いただけますでしょうか。松島健康福祉部長。はい、
議員おふれの子育て支援医療費助成事業につきましては、昨年9月から京都府の子育て支援医療助成制度在り方検討会議におきまして、子育て環境日本一を目指し、さらなる拡充に向けて見直しの協議がなされてまいりました。現行の京都府制度につきましては、3歳未満の通院医療費、この自己負担上限額が200円、3歳以上中学校を卒業するまでを1500円とされておりまして、この1500円を超える部分につきましては、京都府2分の1、市町村2分の1の負担割合となっております。この府の制度につきましては、令和5年秋ごろから拡充される予定となっておりまして、通院医療費の自己負担上限額、1医療機関1ヶ月200円としていた対象年齢を、現在の3歳未満から小学校を卒業するまでに拡充されることとなったものでございます。横川秀也さん。はい、ありがとうございます。ご説明いただきました内容を、簡単に今申し上げると、要は今まで、京都府では、3歳未満の子どもに対し、通院で月に200円の負担で済むという、医療助成の方をしてこられました。今部長の方から説明ありましたように、それが、令和5年度の秋からはまだ予定の段階ではありますけれども、小学生まで拡充をされるということで理解をいたしました。つまり今まで3歳から中学生までは市が独自の助成制度を設け、子どもたちの健康を守ってきたわけでございます。これが令和5年度、5年の秋からは京都府の制度が拡充されるということで、これは本当に西脇知事の英断に感謝を申し上げる次第でございます。ただ誠に勝手かもしれませんが、私は義務教育である中学生まで拡充していただきたかったなというのが本音ではございますけれども、これにつきましても会派といたしましても、今後引き続き要望をしていかなければならない課題であろうかなというふうに思っております。そこでですね、第2質問です。今まで宮津市が独自に行ってきた医療助成費が、府の制度が拡充されることによって、今後どの程度余剰財源という形で現れてくるでしょうか。試算の詳細につきましてご教示ください。松島健康福祉部長。はい、本市の令和3年度の受給者数でありますとか、決算額から推計いたしますと、府の制度の拡充に伴いまして、年間で約230万円ほどの府からの財源の増加というふうに見込んでおります。横川秀也さん。はい。予測値ではございますけれども、ざっと今お聞きしたくらいの財源が浮いてくるわけです。これも財政的に非常に厳しい宮津市にとってはありがたい話でございますが、そこでですね、議論しなければならないのは、この余剰財源の使い方についてです。私は医療助成していた財源に余剰が生まれた場合、さらなる医療助成制度の拡充をする方が正しいと考えております。他の自治体では、高校生までの医療費助成をされているところが多いですけれども、これは大体で結構なんですが、全国でどれくらいの自治体が実施をされておられるでしょうか。松島健康福祉部長。すいません、今手持ちの方で資料がございませんので、また後日調べてお答えをさせていただきます。横川秀也さん。はい、実は私の方で調べております。令和2年度のデータなので、また3年度のデータがありましたら教えていただきたいんですが、厚労省の令和2年の調査では、通院につきましては733自治体、入院については799の自治体が実施をされておられます。
これつまりですね、4割強の自治体がもうすでに高校生までの医療費の助成をしているわけですね。これ人口減少少子高齢化対策として各自治体が移住定住促進や関係人口の創出をはじめとするこの地方創生に力を入れておりますが、その根幹はですね、国も府も市町村もやはり施策としては子育て施策の充実というところが非常にウェイトが大きいんではないかなというふうに思っております。つまり各自治体がそれぞれに特色を出し、より子育てしやすい環境を作り、それを広報し、どうぞうちの町に来てくださいとしのぎを削っているわけです。そんな中で我が宮津市がこういった支援を考えなくて本当に良いのでしょうか。例えば東京都は2023年から高校生の医療費について所得制限あり、自己負担につきましては通院1回200円という施策を行う予定です。またこれに加えまして東京23区は各区が必要な費用を負担して所得制限なし自己負担なしという医療費無償化を実現させる方向だと聞いております。前にも申し上げましたが、宮津よりもずっと便利で暮らしやすくて公共交通機関もたくさんあってお店もいっぱいあって大都市がですね、我々の宮津市よりも手厚い子育て支援に前向きに乗り出しております。実際そうなんですから、そういった施策をどんどん充実させているのに、なのに宮津がやらないのはお金がないからできないのですか。しかし今回余剰財源が発生するというのにこういった提案がなされない、これはおかしくないですか。それでそもそも人が来るでしょうか。私は移住定住の促進に向けて前も言いました、他の自治体と同じようなことをしていても効果がないのに、それ以下のことしかしなかったら結果は目に見えているということを再三再四申し上げているわけです。誠に残念ながら子育て環境教育環境の充実を本気で考えているようには見えません。と熱くなってきたので次に第三質問です例えば高校生への医療助成制度を市が独自に行った場合、この時にざっとどれくらいの財源が必要になりますか。また今回の京都府の制度拡充に伴う余剰財源で賄うということはできませんか。松島健康福祉部長。はい、昨年9月に宇都宮議員のご質問に対しまして中学校を対象としております現行制度を、これは令和3年度の実績に基づいたものですけれども、これを高校生まで伸ばした場合というのをまあ推計してご報告をさせていただいております。給付額は概数ですがおよそ740万円程度が必要になるというふうにお答えをさせていただきました。今回改めて国民健康保険加入者のうち高校生の医療費の実績などから推計いたしますと、高校生約430人のうち障害や一人親の他の福祉医療制度受給者を除きますと対象となる高校生は約350名で約530万円ほどの給付額が必要になるというふうに見込んでおります。
必要な財源につきましては先ほど申し上げましたが、京都府の制度拡充に伴い年間で約230万円ほどの一般財源が軽減というふうになりますけども、新たに300万円ほどの一般財源を確保していかなければならないというふうに推計をしております。横川秀也さん。なるほど、300万円足らないわけですね。ちょっとここで疑問が出て、令和3年度の市政資料集では宮津市の小学生の数は全部で667人なんですね。で、今お聞きすると高校生の数が430人ですか。これはどうなんですかね。高校生と小学生では1人当たりの年間の医療費の額がやはりかなり高校生の方がじゃあ多いっていうことでしょうか。松島健康福祉部長。あくまでも国民健康保険加入者のうち高校生の数字を今回引っ張ってきたというか算定をさせていただいているものでございます。横川秀也さん。見込みなんでね、あれなんですけども、私としては単純にこの疑問にぶち当たったというのは、高校生の方が体力もついてきて自己管理能力も高くなる分だけ高校生よりも医療費が少なくて済むんじゃないかなというふうに思った次第です。ましてや人数的にも小学生に比べると圧倒的に少ない、小学生の部分が府の方で拡充されるならば高校生にそれを回すというか余剰財源で賄うということができるのではないかなというふうに思ったわけです。そうですね、むしろ高校生まで制度拡充したとしても余剰財源が出るくらいかなというふうに思っていたのですけども、実はそうではないという説明をも聞きましたので、ただですね、どっちにしてもこれ首長の本気度次第といいますか、実際問題高校生まで医療費助成をしているところが本当に半分近く増えてきている中で、京都府としてもですね、すでに独自の子育て医療助成制度があり、今回の拡充で、財政負担が軽減される市町村においては軽減分を活用して子育て支援策を充実していただきたいというふうにはっきり言っておられるわけですね。となるとやはり高校生までの医療費助成のこの制度拡充というのをこの市として行っているこの2階建ての部分の拡充をなぜこのタイミングで考えられないかなというふうに疑問に思うわけです。それでは、この質問の最後の質問に移ります。この今いろいろと私も好きなように申し上げましたけども、拡充しない理由ですね、また拡充したときに今、部長の方から説明ありましたように、約300万くらいの財源が必要になると、その300万が高いか安いかは別としてこの市長としてのお考え、この件につきまして何か方向性であるとか思いとかできたらこうしたいんだよとかいうことがありましたらご答弁いただけますでしょうか。木崎市長。はい、横川議員のご質問にお答えをしたいと思います。横川議員の気持ちであったり、疑問というのもよくよく分かります。理解もできるところでございます。今回の京都府の子育て支援医療助成制度拡充に伴いますこの財源の使途につきましては、市単独措置分の拡充について、具体的には中学生の無償化
であるとか、高校生までの議員がお触れになった高校生までの負担上限200円での助成など、まあ、負担経費というのを比較検討をしながら、まあ、いろいろ議論を進めてまいったところでございます。で、一方でこれまでの子育て支援策といいますのは、義務教育であります中学生を卒業するまでの子を対象とした子育て世帯に対するというものが、まあ、ほとんどでありまして、中学を卒業し、まあ、高校への進学また就職など、まあ、新たな生活を始める世代への支援策というのはこれまでございませんでした。またこうした中、昨年度実施をした子育て世帯、これは18歳以下の子どものいる世帯でございますが、を対象にした子育て環境等にかかるアンケート調査におきましても、保護者の方から子育てや教育、保育にかかる費用負担への支援を望む声が大きくあったところでございます。まあ、こうした議論、また状況等を踏まえまして、本市といたしましては、子育て中の保護者の経済的負担や育児負担軽減のために財源を継続的に有効に活用をいたしたいということで、令和5年度当初予算案で提案させていただいております中学卒業夢未来応援事業、これは中学校卒業時に一律5万円の支給事業、これを新たに実施することとしたものでございます。で、議員お触れの高校生を対象とした医療費の自己負担軽減策等の実施なんでございますが、先行されとる、先ほども議員からもご紹介ありましたが、全国では733自治体導入されとると、京都府の中でも導入をされている自治体もございます、そういうところからの聞き取り調査もさせていただいております、どんな課題があるのかなということで、一つには効率的な運営方法に課題があるなということでございます。いうのが、高校生となりますと、やはりその性質上といいますか、医療機関もかなり広域の医療機関に通われるパターンが、高校の通う高校によって医療機関も市町をこう越えてですね、かなり広域で治療される、またどちらかというと、これは比較的ということですけども、病気というよりも怪我、クラブ部活動での怪我、そういったところが多いとか、そういう怪我の場合は他に入ってございます保険との支払いの兼ね合い等々ですね、非常にこう事務が煩雑になるという、そういう課題があるなということもお聞きをしております。そういった効率的な運営方法であるとか、これまでから部長が答弁しております、必要な財源の恒久的な確保、こういったこと、また府内市町村の取り組みの状況等々ですね、本市の子育て施策の優位順位など、さらにですね、十分に研究した上で判断をしてまいりたいというふうに思っております。いずれにいたしましても、幅広い世代の子育て支援施策のさらなる充実に努めてまいりたい、そして選ばれる町宮津に向けて全力で取り組んでまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いをいたします。以上でございます。横川秀也さん。はい、わかりました。この支援の考え方は様々ございますが、今おっしゃったのはもちろん木崎市長としてのお考えであって、首長としてそういうお考えでおられるということはもちろん尊重したいと思います。ただこれは試験でございますので、先ほど申し上げたように、この子どもたちへの支援の様々な考え方、一時的にですね、今市長の方からご説明がありました特定の年代の子どもにお子さんにお金を支援して子育て支援に充てていただくというのは親としてはありがたい反面、それが本当に子どものために使われるのかという不安も含んでいるということも理解する必要があると私は思っております。つまり子どもにお金を使うかどうかは親が判断することで、
親の口座に振り込まれたお金はその親がどう使おうと文句は言えませんし、その使い方を調査することすらできません。まあ悪い言い方ですが、このように一時的にお金をまあ支援するよりも、本来は出産から高校卒業まで保育も教育も医療もこの子育て全部これにかかる費用が一切いらない、どこにどんなご家庭にどのような親のもとに生まれても彼らが健やかに成長し、そしてしっかりと教育が受けられ、体を壊したら何の心配もなく高度な医療が受けられる、これこそが本当の意味での子育て支援であると私は確信しております。今回この京都府の制度拡充に伴う余剰財源を財源として、中学卒業生への一時金というような形で、先ほど市長がおっしゃいました夢未来応援事業という議案の方が上程されておりますが、私は、こういった類の施策はあまり好きではないという文言が正しいか分かりませんが、いかがなものかなという思うところもあります。またそもそも医療助成として使っていた財源が余ったからといって、まあ安易に一時金みたいな形で支援をするということも、まあ、ちょっと短絡的なのかなというふうに感想を持ってございます。まあこの件につきましては、この一般質問ではこの程度にとどめ、予算委員会の方でしっかりと議論をしていきたいと思います。続きまして、通告の2番目、京都府がこの度創設する予定となっている子どもの教育のための総合交付金を活用した子育て施策について質問をしていきます。これもですね、西脇知事が言われます、子育て環境日本一という大きな目標にめがけて新たに作られる交付金でございます。こちらも3月定例会に、上程されているようですので、まだ案の段階でだろうとは思いますが、子どもたちに対して、子育て世帯に対して少しでも応援になるよう、そんなとても大切な交付金になると思っております。そこで第一質問です。この度京都府が創設する制度の内容につきまして、現時点で結構ですので把握しておられることをご教示いただけますでしょうか。大井教育次長。はい、京都府が創設されます制度、子どもの教育のための総合交付金につきまして、ご説明させていただきます。子どもの教育のための総合交付金でございますが、京都府と市町村が一体となって、教育環境日本一に向けた取り組みを進めるため、地域の実情に応じた特色ある施策を支援するという制度でございます。予算額につきましては総額3億円、補助率は2分の1で、市町村の特色ある取り組みを支援する市町村特色枠と
他の市町村の模範となるような先駆的な取り組みを支援する重点支援枠、まあ、リーディング事業法ですが、この2つの枠組みが設けられており、対象の事業ですが教育費の負担軽減につながる取り組みでありますとか、不登校児童生徒の増加への対応の取り組みなど、市町村が地域の実用に応じて創意工夫し実施するソフト事業法というふうに聞いております。現在の京都府におきまして制度の詳細を調査をされているところでございます。内容が分かり次第積極的に活用を検討してまいりたいと考えております。以上です。横川秀也さん。はい、ありがとうございます。まあ、想像していたよりも財源の規模が小さいので少し残念ではあるんですが、これも、まあ、年々増額をしていった言っていただけるんではないかなというふうにそれを願うばかりでございます。こういったですね、地方自治体が独自の色を出して、施策を打てる、あまり紐のつかない財源というのは、とてもありがたくて、これについても西脇知事の英断に感謝を申し上げる次第ですが、そこで第二質問です。本定例会に給食費値上げの議案が上呈されておりますが、値上げをしなかった場合物価高騰によって増加する市の負担額はいかほどになりますか。大井教育次長。はい、給食費を書いて値上げをしない場合に必要となります食材料費の額でございますが約350万円でございます。横川秀也さん。これは私の個人の感覚ですが、思ったよりは随分少ないなと思います。本音を言わせていただくと、大人が我慢してでも子供に食べさせてあげようよと声を大にして言いたい。そこでまた熱くなりましたので、そこで第三質問です。京都府としてこの交付金の創設にあたり、1、給食費の支援、2、個々の力を伸ばす学校独自の取り組み、3、不登校児童生徒の増加への対応、4、医療的ケア児に対する独自人材の配置、5、特殊な支援を要する児童生徒の増加への対応と、まあこの5つのことが府の方で、挙げられておりますが、先ほど次長の方も説明していただきましたけども、ここでも真っ先にですね、給食費の支援を例に挙げておられます。令和元年の9月定例会の一般質問でも申し上げましたが、私はですよ、本来学校給食は食育の観点からも義務教育の一環であると思っております。未来の我が国を背負って立つ金の卵たちが健やかに成長してほしい、そのことを願うばかりです。この食育については平成30年の6月定例会においても松本議員が子どもたちの朝食の重要性について一般質問をされました。私はまだ議員になりたてでございまして、非常に松本議員のこの一般質問で勉強をさせていただきました。この子どもたちの朝食の現状でございますが、普通の、まあ、普通のって言ったらなんですが、普通のご家庭であっても子どもたちが本当にしっかりとした朝食
つまり栄養バランスがしっかりと考えられたものを食べているのかというと、そうではないということです。の現にうちの娘も恥ずかしながらそこまで満足のいく朝食は取らせてやっていることは実はできておりません。パンと牛乳くらいです。まあ、ここで言いたいのは、つまり1日1回ではありますが、学校給食というのは栄養士さんがしっかりと管理してメニューを立ててくれる、それによってしっかりと栄養バランスの取れた、そして、十分な量が提供をされております。またみんなで準備をする、そしてみんなで同じものを食べる、みんなで後片付けをする、命に対してありがとう、いただきますと言える心、作ってくれた人への感謝の気持ち、こういった精神教育の部分も大変大切なことです。また好きなものも嫌いなものもみんなで食べることによって克服する。まあ、これも言い出すと、給食というのは、まあ、ただの食事ではない、まあ、教育の原点がここにあると言っても過言ではないというふうに思っております。こういった観点から、子どもたちにしっかりとした給食を提供することは間違っていないと思いますが、これに対する見解をお聞かせいただきたい。大井教育次長。はい、議員も少し触れていただきましたけど、まあ、学校給食の役割といいますか、目標というものございまして、まあ、議員も触れられましたけど、まあ、適切な栄養の摂取によります、まあ、健康の保持増進でありますとか、望ましい食習慣を養うとか、まあ、社交性とか共同の精神を養う、あと、まあ、食事について、まあ、準備等をしていただく方の、まあ、勤労を重んずる態度を養うとか、伝統的な食文化について、まあ、理解を深めるとか、そういったさまざまな給食に対する目標もありますし、そういった役割があるというふうに考えております。以上です。横川秀也さん。はい、そこで第4質問です。議案では必要な栄養価や量などの質を保った給食を提供するためと、その重要性を認識しながら、物価高騰によって給食の食材費が高騰したという理由で値上げが提案されています。しかしながら、値上げを検討する前に地元食材の活用、具体には流通に乗らない不揃いな野菜や果物、また水産物においては今話題の未利用魚の活用などなど、簡単に値上げを考える前に可能な限り行われたであろう対策の具体と、それによって軽減できた費用をご教示いただきたい。大井教育次長。はい、給食費を、まあ、値上げする以前に、まあ、食材費高騰する中で、適切な質を保った給食を提供するための、まあ、いろんな工夫、どんなことをしたのかということでございます。まあ、いろいろな工夫が取り組んでおりまして、まあ、食材の、まあ、調達先の、まあ、これを変更するでありますとか、価格高騰の影響が少ない野菜、まあ、これを使用するとか、牛肉を豚肉に変更するとか、鶏もも肉を胸肉に変えるなど、まあ、食材自体の変更するとか、単価の高い食材の使用、まあ、頻度を少なくすると、食材調達費を抑えるような、まあ、様々な工夫を行っておるところでございます。
会長。横川秀也さん。はい、ありがとうございます。いろいろと知恵を絞っていただいて、食材の確保に奔走していただき、心より感謝を申し上げます。軽減できた費用は大井教育次長。失礼いたしました、答弁漏れておりました。こういう、食材費を抑える工夫によって軽減された金額でございますが、申し訳ございません、そういった数値を把握しており、記録しておりませんので、金額の方はお示しすることができません。横川秀也さん。はい、すみません、ありがとうございます。これでちょっと軽減できた費用というのが出てこないというのは非常に残念なんですけれども、これにつきましては今後もさらにご尽力をいただきまして、地元の農家さんや漁師さん、またそういう方々、生産者の方々のご理解を得まして、また住民の皆様のお力もお借りしながら進めていただきたいというふうに思っております。それでは第5質問です。本定例会に物価高騰により値上げする給食費を保護者の負担軽減のために令和5年度については支援するという議案が上程されておりますが、この理由をご説明いただきたい。また今後も物価が下がるとは想定しにくい。やはり物価は上がっていくものと思われますが、今後においても物価が上がれば上がっただけ給食費の値上げをするおつもりですか。私は物価が高騰しているからという理由だけで簡単に子どもたちの給食費を値上げする市の姿勢を疑います。これにつきましては政策の最終決定権者である市長に対し、この点についてどうお考えなのか説明を求めます。木崎市長。はい、横川議員のご質問にお答えをいたします。給食費の考え方についてでございます。学校給食費につきましては、原油価格物価高騰により給食食材費が高騰する中、令和4年度におきましては不足が向けまれます食材費に対して、8月補正予算で町創生の臨時交付金を活用しまして、保護者に負担をお願いしない形で食材費の確保を行ってきたところでございます。今後も食材の高騰が続く中で、この継続的に必要な質を保った給食を提供をするためには給食費の値上げが必要というふうに判断したものでございます。そうした中で保護者の負担を軽減をいたすために、令和5年度につきましてはこの物価高騰にかかる増額分を支援することとしたものでございます。この学校給食費の考え方でございますが、学校給食法におきましては学校給食にかかる施設設備運営に要する経費については学校設置者が負担をするもの、また食材費については保護者が負担をするものというふうに定められておりまして、基本的にはこういった考えのもとに今行っているということでございます。そうした中で議員もお触れいただきましたが、学校給食におきましては地産地消であるとか食育を進めるとともに、食育に対する保護者の関心も高めながら地元の食材の価値、これをしっかりと子どもたちに理解をしていただくということが大切であろうと考えております。これからもできるだけ地元産の食材を活用をしてまいりたいと考えております。夢と希望があふれ住み続けられるまちづくりに向けて、トータルで考えた上で、また安定した行財政基盤の構築による財源確保を図る中で、教育環境、また子育て環境の充実、そしてふるさとを大切にするまちづくりのための教育についてしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。さらには私の所信施政方針の時
にも お話をさせていただきましたけれども、岸田総理におきましても、今国会におきまして、最も有効な未来への投資である子ども・子育て支援の充実を、具体化していくということが示されました。そういった国の動きも、しっかりと注視をする中、そしてまた、この地方自治体限りある財源の中でさまざま創意工夫をしながら、そして時には厳しい選択を迫られる中でも子育て支援の充実を頑張っているという、こういった声を国に届ける中で子育て施策の充実を図ってまいりたいというふうに考えております。議員におかれましてもご理解いただき、また力添えもいただきたいなというふうに思っております。以上でございます。横川秀哉さん。はい、ありがとうございます。今市長の方からご答弁いただいた内容は前の一般質問の時にも同じような内容をお答えいただいております。ただこのどう言いますか、今回ですね、値上げをしておいて令和5年度だけは支援しますという考え方がちょっと私的には引っかかっております。ではなぜ令和6年度も7年度もずっと支援をしないのか。申し上げたように、私としては義務教育の中で出される給食は本来無償で提供するべきものではないかなというふうに思っております。もちろん財政的に苦しい中、今はできなくても、市長ももちろん少しでも前に考えたいというふうに思っていただいているというふうに受け取りましたけれども、これもちろん恒久的な財源というのが裏付けが必要でございますので、いきなりもちろん全額無償化というのは無理であったとしても、例えば3分の1でも4分の1でも、いわゆるその所得や家庭のことを考慮せずに全員一律に支援をするとか、たとえそれが無理だとしても子どもたちのために何とか値上げはしたくないという、そういう心意気がなくて、このふるさとを大切にするまちづくりのための教育、これが本当に実現ができるでしょうか。ましてや今回は京都府が創設するこの子どもの教育のための総合交付金という具体の財源があるわけです。これ京都府は給食費の支援には使わないでねなんて一言も言ってないんです。むしろ使ってくださいとまで言っておられます。なのにこういうふうに値上げという議案が出てくるということが、私はちょっと残念だなというふうに思っております。またですね、一点これ議案について我々議員に送付されるこの値上げの議案、1ヶ月以上前の1月10日に子どもたちに持たせて帰らせていますよね。これ低学年ならですね、あまり内容的に意味わからないかもしれませんが、高学年になればこれ分かりますよ。しかもご丁寧に学校給食費の額については令和5年3月市議会の可決を受けて正式なものとなりますという、こんなご丁寧な説明まで明記してあるわけですね。これはね、ちょっといくらなんでも非常識というか、まことに遺憾に思います。この点につきまして市長はどのような指示をされたのか説明を求めます。横川議員にご注意申し上げます。先ほどからちょっと議案の中身に入っておりますので、これはちょっと市長の方の答弁の範囲は提案理由説明の範囲を超えないところで説明をされましたけれども、これ以上の中身の審査に入らないようなご質問の方法をお考えいただきたいと思います。再度の発言をよろしくお願いいたします。横川秀哉さん、どうぞ。はい、分かりました。それでは議案に触れるなということですので、私は今申し上げましたように、今の質問は議案に触れるんですかね。長めに入ってしまっていると思います。先に出したということも、これは議案の審査には関係ないんじゃないんですかね。いや、議案の審査の中身に入って、今先ほど若干ちょっと待ってくださいね。先ほど私が申し上げたのは
ここで暫時休憩いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。先ほど暫時休憩を取りました。その経過につきましては、先ほどの横川議員の発言の部分が一部、議案審査に関わるような部分がありましたので、その部分を除くということで、その整理を先ほどいたしました。以上です。それでは横川秀也さん、どうぞ。はい、すいません。審査には入らないということで、それでは、私の方から本日のまとめを申し上げたいと思います。あ、ごめんなさい、忘れておりました。本日のまとめを申し上げます。今回、取り上げました2つの質問は、冒頭で申し上げましたように、所感は違えど本質的なところは同じでございます。つまり少子化対策は国として喫緊の課題であり、国、都道府県、市町村が一体となって今対策を講じなければ我が国に未来はありません。そのことはみんなが思っています。今回触れました内容は、先ほども議長の方からありましたが、議案として本定例会に上呈されておりますので、これから行われる各常任委員会および予算委員会にて各議員によって激しい議論になると思います。理事者の皆様にはぜひともこの市長がおっしゃる、真っ先におっしゃっておられる子育て環境、教育環境の充実につきまして、本質を見失うことなく、さらなるご検討またご英断をお願いいたしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。長時間にわたりありがとうございました。